日本兵庫県神戸市田区、水道筋水道筋は、兵庫県神戸市田区の町名の一つで、それ自体、水道筋という愛称を持つ坂口石屋川線の南北にあたる。水道筋商店街北東は、篠原南町、東は、津賀川を挟み将軍通り、南は、山手幹線を、境界線として、岸地通り、西は、 西郷川を挟み王子町、北西で中原2にわずかに接し、北は倉石2。東から順に1から6丁目が存在する。昭和6年に誕生した水道筋商店街は、名田区随一の商業区域。普通、筋といえば南北の道路だが、珍しいことに水道筋は東西に走る。しかも、名田区の地名によれば、神戸市内で唯一町名で、 筋とつくという。当地は、大正15年6月に始まり、昭和6年5月に完成した神戸市の第2回、水道拡張工事の際通された線、外水源池から、西宮市上ヶ原を経て、海下山までの9 0 0、mm、トルパイプの水道管の上を道にしたので水道筋と呼ばれる。平成十七年国勢調査での世帯数千二百八、人口百三十三。 うち男性1038人、女性1195人、郵便番号657-0831、ありがとうございます。